こんにちは。ジャズシンガーのウィリアムス弘子です。今日はアイレックスさんのショールームにお伺いしております。代表の朝日さんです。よろしくお願いいたします。アイレックスさんの取り扱いのブランド、主なものについてお伺いしたいんですが、はい、今回はですね、私どもを扱っている、まずアンプでいきますと、オーディアフライト社というところ、イタリアなんですけれども、はい、そこのパワーアンプですとか、プリアンプ、CD プレイヤー、そういった送り出しから、パワーアンプ電気の関係ですね、そのブランドを、使いたいと思っております。で、そこに横にあるスピーカーなんですけれども、はい、これがですね、このオーディア社が、もう3年前になるのかな、はい、自社で、スピーカーブランドを立ち上げたいという、はい、ポリシーで作り上げたアラーレというスピーカーブランドなんですけれども、そのスピーカーを、今回、インターナショナルオーディオショーで、使いたいと思っております。じゃあ今度は初お披露目になるんですか？そうですね、去年はですね、実はこのアラーレブランドのレミガ2というモデルを、インターナショナルオーディオショーで使ったんですけれども、今回はその弟分になるレミガ1っていう一回りちょっと小さいスピーカーなんですが、はい、うん、それを今回、インターナショナルオーディオショーで初お披露目ということで、楽しみです。新しいちょっとシステムでちょっと組んでみたいと、思っております。あとは他にもございますか？主に取り扱っているのは。他はですね、アナログでいきますと、はい、リトアニアのリードというリトアニアのリード、はい、会社があるんですけれども、そこの、ミューズ 3C というですね、非常にデザイン性も優れた、あちらにあるものなんですけれども、その、アイドラとかベルトドライブっていうのをこう自由自在に組み合わせ切り替えができたりですとか、あとはトーンアームでいきますと、アームパイプにこう木材を使ったような非常にユニークな、おしゃれですね、おしゃれな見た目も美しい、はい、そういうアームを使ったりですとか、そういうもので、アナログを鳴らしていこうかなと思っています。それでは今回の出展ブースの見どころについて教えてください。はい、一番の見どころはですね、やっぱりこのスピーカーなんですね、アラーレというイタリアのブランドのレミガ1なんですけれども、このスピーカーがですね、通常ですと低音を増幅するときに、例えばバスレフとか、はい、密閉型とかっていうものが主流であるんですけれども、うん、ちょっと特殊なトランスミッションラインっていう、はい、聞き慣れない低音増幅の技術を使ってまして、はい、ものすごく作るのが難しい、パソコンのシミュレーションソフトがないと作れないようなちょっと難しい設計なんですけれども、うん、それをの技術を使ったスピーカーなんです。で、特徴としてはとにかく低音がですね、ものすごく速いんですね。なるほど。速くてタイトな低音が出てくるので、はい、例えばキックドラムドンってやった時の、うん、ああいう締まりとか締まった低音がドンと出てくる、スピードが速いっていうところが非常に大きな特徴で、それでいて口径がですね、170ミリと150ミリのウーハーなんですけれども、その小さいウーハーでもものすごく地鳴りがするような低音が出てくるので、そういったところを、もちろんそのオーディアの、はい、このパワーアンプで組み合わせて鳴らした時に、どんな音場感、音楽がダンとこう表現できるかっていうのをぜひ皆さんにご来場いただいてご体感いただきたいなと思ってます。いや、本当にも聞くだけではなく体感っていう感じがします、はい、ライブ感っていうんでしょうかね、はい、わあ、それは楽しみですね。ビジュアル的にもすごく特徴があるというか、横の木目、はい、そのデザインっていうんでしょうか、はい、あれは自然のものなんですか？そうですね、これ模様を描いているように見えるんですけど、はい、実は天然の木の木目に黒く染色したものなんですけれども、はいはい、あまり見たことのない木目で非常に面白いインテリアとしても、やっぱイタリアンデザインの、イタリアの木工職人さんが作ってるんですけれども、はいはい、なかなか綺麗な木目で面白いかな。本当にまたこれまた調度品という感じがしますね。さすがイタリアのデザインなんだなっていうのを ね感じますね。でこの見た目もぜひ、ね、会場に来ていただいて実物見るとまた、画像越しに見るものとは違う凄さがあるので、ぜひちょっとこれも ね、ご来場いただいて、インパクトがあるのでこれだけで見ると家に置いてどうだろうとかってちょっと思うこともあるんですけど、はい、こうして他のものと並んでみたりすると割とこうしっくりとはまってくるというか、そうですね、意外とインテリアとしても、はい、しっくり、例えば白い壁にこういう黒いスピーカーでこの木目っていうのも違和感なく、そうですね、なんか意外な、なんかそういうところも割と計算されて、そうですね、デザインされてるんだなと感じますね、はい、
その他にお取り扱いで、まあ、見どころとなるもの、はい、さらにお詳しくお聞きたいんですけれども、そうですね、他にはやはり先ほど言ったリードっていうプレイヤーで、はい、アナログを再生しますので、リードの 5T っていうですね、アームがレーザーで針先の位置を常に感知しててですね、はい、針先が常に溝に対して90度に当たるように、はい、モーターで自分で動いていくアームなんです。あ、すごい面白い、まあ、世界で唯一ぐらいのものなんですけども、どういう技術なんでしょう。リニアモーターがあって針先がここにあるから、今ここにアームが行けっていうのを、はい、通常アームっていうのはもう溝に引っ張られて動いていくものなんですけども、そうですよね、こいつは自分で動いていくっていう、そうすると水を とにかく常にど真ん中捉えているので、センサーセンサーがレーザーとセンサーがあって、それでモーターで動かしてるっていう、より正確に音を拾っていくということですね。そうなんです。すごいですね。そういう極限まで正確にトラッキングをするとレコードもこう聞こえますっていう、そういう世界を味わっていただけるアームなので、面白いですね。それも非常に面白くて、じゃあ聞き慣れた版でちょっと聞き比べをしてみたいですけど、まあ、聞こえ方が随分変わってくるということですね。そうですね、こんな聞こえ方するんだっていう発見があると思うので、面白いですね。それをぜひご体感いただきたいっていうのと、はい、あとはそれに使用するカートリッジですね、はい、今までドイツのテデスカっていうプロのクラシックのギタリストが作ってるカートリッジがあるんですけど、それも面白いですね。面白い、音楽性が非常に高いギタリストが作るって、はい、カートリッジがあるんですけど、それに加えて今年から発売を開始したですね、アイダスカートリッジって、これも実は偶然リトアニアなんですけれども、 そのリトアニアのカートリッジメーカーを使って、これも初お披露目なんですが、リトアニアのプレイヤーにリトアニアのカートリッジをつけてっていう、そういう組み合わせでもデモをしようかなと。相性もきっと多分いいんじゃないかなと、ね、楽しみですね、はい、でその辺がおそらくメインになってくるかなと思います。はい、非常に、まあ、注目度の高い製品が並んでいらっしゃいますけれども、まあ、そのブースでのイベントスケジュールや、はい、そういったことはございますでしょうか。そうですね、今年はですね、まあ、金土日と3日間ありますけれども、土曜日はですね、山本先生、評論家の山本先生と三浦先生の講演を予定していて、あと日曜日はですね、朝倉先生の講演を予定しております。でその他にですね、実はメーカー、まあ、要はコロナが明けてですね、ようやく海外からもメーカーの人間が来れるようになって、今年はフォノアコースティカという、はい、ケーブルメーカー、弊社が扱っているスペインのケーブルメーカーなんですけど、はい、後ろに、そうです、後ろに使っている、ケーブルなんですけれども、はい、そこのフェリックスさんっていう社長さんが来日する予定になってまして、はい、どうせ日本に来るんだったら、じゃあちょっと講演をやってくれということで、金曜日がメインなんですけれども、はい、金曜日はフェリックス・アバロスさんという、フォノアコースティカの社長さんを、講師に招いてですね、そこでプレゼンテーションというか、日本人が聞くソフトとスペイン人が音楽その展示会で使う曲って結構違うんで、なるほど、スペイン人ってこういう音楽をそのオーディオの展示会で聞くんだっていうのも面白い発見だと思うので、そうですね、その製品の説明云々もあるんですけども、うんうん、そういう面白い音楽、普段聞かないようなジャンル多分書けると思うので、そういったことをぜひちょっとね、皆さんもイベントとしても非常に珍しい、面白くので聞きに来ていただきたいなと。興味深いですね、はい、聞いてみたい。それでは最後にご来場の皆様へメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、去年もそうだったんですけれども、いろいろ今機材の説明をさせていただいて、こういう特徴っていうのはあるんですけれども、ただまあとにもかくにもいい音楽を楽しみにこう聞きに来ていただきたいっていう思いが常にありますので、機材がどうとかスペックがどうとかっていうことをまあ忘れてですね、気持ちいい音楽を聞きに来て皆さんいただきたいなと思ってます。いいですね、楽しみですね。はい、なのでぜひお越しいただければと思います。今日はですね、アイレックス株式会社の代表取締役朝日さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。